剣坊さん、踏切がありますね。これが谷川、あ、谷川線、なるほど。谷川線って言うのかな、加古川線やけど、うん、この辺の人は谷川線って言うね。なるほど。ここを右折したら駅に行くんですか、はい、これ駅前通りです。へえ、あの真正面が西脇市駅なんですか、はい、元野浦駅です。へえ、ほんまや、西脇市駅やわ。なるほどな、すごい。です。バスの本数はやっぱり正直少ないですよね。まあまあそりゃそうですわね。これ地元の地図ですね。はいはい。あ、外国人の方がいらっしゃいますよ。こんな感じなんだ。なるほど、ここが西脇市駅ですね。加速からまっすぐ西脇駅の方に電車線が、うん、はいはい、そこから右に先に踏み切る、うん、あれが谷川の方に。なるほど、了解です。ハッピーサークルプロジェクト の以前ね、空き家対策で、取材をさせていただいたところ、今からね1ヶ月ぐらい経ちましたんで、その途中、経過を見に行きたいと思います。で、ここがですね、西脇市のロイヤルホテルの下かな、バス停があるんですよ。で、ちょっとね、あ、バス止まってますね。これは地元のバスですよね。ここは多分西脇営業所っていうとこなんですね。で、こんな感じで3番とか4番とかいうことになってるんですが、こちらの1番が大阪行き、新大阪行きバス乗り場でございます。以下に1本ぐらいなんかな。あ、これですね、西脇アピカ。今ここはアピカっていうところになるんですね。で、新大阪、大阪、あ、 USA まで行くんや。もう一つが神戸行きがあるようでございまして、こちらが神戸方面行きのバス停のようでして、48分ということで、今お隣でバスを待っておられる方が親切にご案内いただきました。新規バスで、ここが西脇アピカって言って、こんな感じでバス停めっちゃ通るんですね。で、新神戸三宮まで行くバス停があります。このバスですね。だから三宮新神戸行くバスがね、あ、もう出発ですね。いってらっしゃい。高町の宣伝してますね。行ってらっしゃい。でね、このバス停から空き家、あそこなんですよ。もうあの茶色い屋根のとこなんで、ほんとすぐです。ステラちゃんとそれと小林さんです、うん、今日実はね、空き家の方ご案内いただけるということでやってまいりました。とにかくステラちゃん可愛い。いや、小林さんも可愛いんですけど、ステラちゃん可愛らしい。はい、ということで、やってまいりました。1月ね、22日の時に取材をさせていただいた空き家がこちらでございます。はい、で、その時はね、ここにね、外壁があったんですけど、もう今取っ払ってまして、鋭意工事中ということで、小林さん中ご案内いただいたり出てくるんですか。はい、ステラちゃんも一緒に。はい、承知しました。ではこのまま入ります。その後どんな感じになってるんでしょうかね。お邪魔します。おお、なるほど、工事中ですね、まさしく。あ、細見さん、おはようございます。よろしくお願いします。あら、どっち。1月22日や、ほんで今で1ヶ月、で、その時のここ壁ありましたよね、取っ払って、はい、はいはい、なるほど。この奥も入らせてもらっていいんですか。奥は今なんかコンクリート流してませんでした。今ね、一番重要な、はいはい、心臓部分、はあ、心臓部分ですね。なるほど。で、最初の体感
全部ない。はいはい。配列通りに、こういう配管がついてる。今、はい、あのスケジュールは予定通り行ってる感じなんですかね。その日の気温とかでも変わってくる、変わってくるんですね。はあ。で、も配合も変えたり。なるほど。今から新たにして、もう一回なんかで。わざわざ来てくださってありがとうございます。出かける前でおお来とってよ。そうなんですよ、あの1ヶ月後どうなってるかっていうのをこう途中経過を見たくて、はい、取材にやってまいりました。 ありがとうございます。忙しいです、はい、あのそれとねもう一個お聞きしたかったのが、はい、あのハッピーサークルプロジェクトのスケジュール拝見したら、あの募集締め切りが少し後ろ伸びたんですよね。そう あれって結局いつなるんですか。こっちの小橋さんの方に4月7日が締め切り、はいはい、でそれは締め切りまでに完成する感じなんですね。あの3月末に完成しますので、それも見ていただいてから応募していただいた方がより確実。なるほど。ちなみにその3月末の締め切りに向かってスケジュール上はそれでうまくいってる感じなんですね。だからで今が2月の25なんで残り1ヶ月、残り1ヶ月でこれが全て綺麗になっていく。あ、10日後にじゃあ機械が入るんですか、はい、ちょっとだからね3月末にはもう一回来たいんですけどね。何回来んねんっていう話なんですけど、あと4月の1日2日3日、はい、土日月なんですけども、朝10時から昼、午後3時まで、はい、もう一度フリーで内覧会をします。あ、自由に見れるのが4月1日2日3日3日か。土日月。なるほど。土日は休めないよという方のためにも、あの1日の月曜日も。なるほど。あのオープンして、ご案内いたしますので。承知しました。それを見てから応募いただいても了解です。このお隣の住宅に住めるわけですからね。そうです。で、この向こうの空き家がパン屋になるということですもんね。了解です。しかし、やっぱり皆さんね、こうやって地元の方が連携して、まあ、あるいは丹波市の方も連携してね、はい、空き家を再生させようということで、本当今日はありがとうございました。はい。さっきもお聞きしたんですけども、最終締め切りが4月7日、2023年の4月7日に少し延長になったということと、小林さんからご案内いただいたんですけども、4月1日、2日、3日間、この3日間は事前予約なしで見学ができると。で一応完成予定が3月末ということですんで、もう今スケジュール通りうまくいってるということでお聞きしましたんで、これ応募せな損ですよね。今音がうるさいので撮れませんけど、はい、ということで今日はすいません本当にありがとうございました。視聴者の皆さんぜひ来てください。ありがとうございます。